私はまなみ、介護士として働いています。子供はおらず、公務員をしている夫の智也と2人でマンション暮らしをしています。夫の実家は隣の県で、あまり交流はないのですが、ある日、姑の弥生から連絡が来ました。来月の5日から4日間、うちの姑を預かってくれない？え、妙子さんですか？そうよ、お父さんと2人だけで旅行に行くから、その間だけよろしく。姑は突然、夫の祖母で私にとっては大姑にあたる妙子さんの世話をしろと言ってきたのです。姑と大姑は同居していて、高齢の大姑を一人残して旅行に行くのが心配なのはわかるのですが、今までに姑がそんな風に頼ってきたことはなかったので驚いてしまいました。でも妙子さんお元気だから、お一人で大丈夫じゃないんですか？最近おかしいのよ、私たちの顔もよく分かっていないみたいだから、夜中は起きてうろうろするし、とにかく大変なのよ。介護施設の利用はされていないんですか？そんなものお金かかるでしょ。介護保険でサポートしてもらいますよ。本人も行きたくないらしいわよ、もともと病院も嫌いだから。でもお母さんも大変じゃないですか？大変よ、だから息抜きに旅行するの。あなた介護士でしょ、4日間面倒見させてあげるから、それで合格したらあなたにあげる。え、ちょっと待ってください、合格ってあげるってどういうことですか？あなたうちの姑と仲良かったでしょ、智也もおばあちゃん子だし。それはそうですけど、私は介護の知識もないし、あなたが面倒見るのが一番でしょ。あげるって、妙子さんがこっちに来るんですか？そうよ、あなたがうちに来れるの？それは無理ですけど。そうでしょ、だからあげるって言ってるの。そう言われても、仕事があるので無理ですよ。職場にでも連れて行ったら？そんなことできません。介護士でしょ、何人も面倒見てるんでしょ、一人増えても変わらないわよ。変わりますよ、プロなのにばあさん一人も面倒見れないわけ？とにかく介護施設にご相談されてください。デイサービスやヘルパーの利用から始められたらいかがですか？それは無料でしてくれるわけ？違うわよね、そんなの利用したらお金はどんどん減る一方よ。お金なら智也さんに相談して、私たちも少しくらいはお出ししますから。少し？満額払ってくれるなら考えてあげる。年金や貯金は1円も使いたくないの。介護施設に任せた方が安心ですよ。あんた施設の回し者、金になりそうな年寄り見つけるとうまいこと言って金を巻き上げようとするんだから。そんなつもりでは。どんなつもりだって知らないわよ、あんたが介護士だから智也とも結婚させたのよ。嫁にもらったのはこの日のためなんだから、できないなんて言わせないからね。それ本気で言ってるんですか？そんなの横暴ですよ。嫁が介護をするのは常識。とにかくマンションのローンもあるので仕事は辞められません。うちで妙子さんのお世話をするのは無理です。あなたは家族よりお金が大事なのね。そうは言ってませんが、私たちの生活もあるので。いい、覚えておきなさい、結婚したら2人の暮らしじゃなくて、私たち含めた一族の暮らしを考えなくちゃいけないの。2人だけのことを考えた生活なんて甘いわよ。そんな。とにかく来月よろしくね。姑とのやり取りを夫に見せると、夫は私の味方になって姑に抗議の電話をしてくれました。しかしそこでも姑は、私を介護要員として嫁にしたんだからなどと意味不明な発言を繰り返したようです。結局話はまとまらず、妙子さんには4日間マンションに泊まってもらい、夫と交代で介護をしようということになりました。姑たちが旅行に出かける当日、姑の運転する車に乗って妙子さんがやってきました。久しぶりに会った妙子さんは、私たちの顔を見てもわからないといった状態。姑にくっついて子供のようにご飯やお菓子をねだったり、姑のことを泥棒と叫んだり、車から降りるのを嫌がったりと、とにかく大変でした。
姑たちは私に妙子さんを引き渡すとさっさと旅行に出かけていきました。そして4日後に姑が連絡してきました。姑は元気？おかげさまで。さすが介護士ね。あなたなら大切なばあさん任せられるわ。それはよかったです。それならこのままお宅で面倒見てもらおうかしら。いいですよ。え？本当に？本当に面倒見てくれるの？はい。ちなみに料金ですが、私の介護士としての時給換算は1100円、24時間介護なので1日で26,400円、夜勤手当が1日で7,000円、年間のボーナス、手当などが70万円で1日に割ると1,917円、合計すると1日あたり35,317円、1ヶ月で1,094,827円となります。あ、何言ってるのよ。妥当な料金で算出してます。ふざけないでちょうだい。はい、ふざけてませんよ。真面目に料金の話をしてます。そんな違法な金額取るなんてどうかしてるわよ。それなら施設に入れた方がまだマシよ。でもそれは嫌だと。デイサービスに通わせるのも拒んでたじゃないですか。そんな無駄なものに支払うお金はないの。問題はお金ですか？当たり前でしょ。大切なおばあさんだから家族で見たいとおっしゃってましたよね。だから介護の経験がある私が必要だったのでは？そうよ。そうだけど、もうどうでもいいから施設にでも入れてちょうだい。それでは今日お迎えにいらっしゃいますか？なんでよ。もうあの人と暮らすのはごめんよ。でも施設探しなどありますでしょ。あなたが働いている施設にでも入れてちょうだい。うちはあいにく満床で。どこか知ってるでしょ。とにかくどこかに入れてよ。どこも待機状態なんですよ、高齢化社会なので。じゃあどうしたらいいのよ。自宅で介護をしながら順番待つか、高額の有料施設に行くしかないですね。そんな。介護サービスを利用しながらでいいなら、私たちが引き続き妙子さんと暮らしてもいいですよ。でもお金が。サービス費用はそちらが持ってください。私が行う介護費用は家族ということでおまけします。本当？けど条件があります。何なの？おばあさんの介護に口を出さないと約束してください。もちろんよ。口出しなんてしないから。煮るなり焼くなり勝手にやって。介護サービスの費用はそちら持ちですよ。分かってるわよ。それくらい持ちます。これで成立ですね。はい、よろしくお願いします。あ、忘れてた。妙子さんからの伝言で、あの遺言書は無効だよ、だそうです。は？どういうこと？お母さんが旅行前に妙子さんに無理やり書かせた遺言書ですよ。妙子さん、わざと名前の漢字間違えて書いておいたそうですよ。え？何言ってるの？それと、おばあさんがお母さんに預けてる通帳の預金すべて別の通帳に移したので残金ゼロです。年金も別の通帳に振り込まれるように手続きしてあるみたいです。は？何？何のこと？お母さんが持っている通帳には1円も入ってきません。それじゃあどこから介護費払うのよ。だからお母さんたちでお願いしますって言いましたよね。そんなお金ないわよ。だいたいなんでそんなことできるの？あの人は私の顔もわからないはずじゃ。妙子さんが1枚上手ってことですね。ちょっと無理よ。払えるわけない。無理だって。嫁が介護をするのは常識なんですよね。お母さん、あなたも嫁に入ったんですから、一族の暮らしを考えないとですね。そんな、嫌よ。絶対に払わないから。姑たちは妙子さんの預金などを当てにしてリフォームや旅行を計画していたらしいのですが、この一件で断念したようです。妙子さんは実は認知症になったふりをしていただけだったのです。妙子さんはデイサービスに通ってそこで友達を作りたいと思っていたのに、ケチな姑が猛反対したため抗議の意味を込めてそんな態度に出ていたようです。
太子さんも初めは2人のことを少し困らせてやるだけのつもりだったそうですが、邪魔者扱いされた挙句通帳を取り上げて預金を少しずつ使い始め、さらに無理やり遺言を書かされたことに腹を立て、これ以上1円もやるもんかと通帳を紛失したことにして、全てを新しい口座に入れ替えたということです。しかもあの2人とは住みたくないと高齢者向け住宅まで探していたのです。しかし私も夫も妙子さんと暮らす気満々だったため、ここからデイサービスに通ってと説得し、家事を手伝ってもらいながら今は3人で暮らしています。私は家事の負担が減ってちょっと得しました。舅と舅は毎日のように謝罪の電話をしてきますが、妙子さんは電話に出ることもせず、許すつもりもないようです。遺言書に2人の名前が書かれることはなさそうです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。